どうも、ベニショガの稲田美希です。熊本プロレスです。女子、そのペットボトル凍らしたやつ入れてるペットボトルカバーのその黒いやつ、それカビアでー <laughs> やばい。やばい。ちょっと待って。言わんといて。いや気づいてなかった。<や>昔、ね。そうでしょう。あれなんかマジックとかって思ってたでしょ。あれ言っとかないとね、やっぱあん時ぐらいに気づかないと、そろそろ気づき出した子がおる時にあの。 気づいてないと恥ずかしいことやと思われるので、<laughs> カビがあるやっぱり。あれカビやからね。なんかね、<laughs> <ー>みんなマジックだってほしいと思ってたでしょ。う思,思カビやからあれ。<laughs> なんかあなんな時はあれカビやけどなんか使っていいもんとされてましたけどね。<laughs> あ<ー>まあ全然かんない別にそんな害はなかったんですけどそ,そこその時はね。<ー>一応あのなんか減りましたね。ゆっとこうとあれ減りましたね。<laughs> 一時期。 よくもらえるものとして家電量販店とか行ったペットボトル入れるあれねペットボトルホルダーみたいなペットボトルホルダーあれなんていう名前なんかわからんかったけど素材はでも全部一緒だからあのあの素材実はあのメッシュじゃないんかなんていうのあれカバンみたいな素材で昔使ってたカバンカバンもカバンによるんやろカバンによるけどそれでは始めていきましょう紅しょうがはすきずき 最近どうですかいやでもそれこそそれこそどれからそれくるやろいやだからその先週ねそ、うん、フェスあったとかも話しましたけどはい、はい、この間もまだ YouTube 上がってないかもしれないですけどそのレインボーのジャンボの家にねああ X 見ましたよ。ジャンボーののおお母さんのね、 あの、食べに行かせてもらって。<ー>まあ、もう、ジャンボのお母さんのご飯はもうみんなも有名。うん、もうファンの人もみんなが食べたいと思ってる。やつで、ーーあのー、うん、ジャンボの個人の YouTube でも出てるし、うん、個人なそう、これ YouTube やと思う。で、イケちゃんがね、相方のイケちゃん食べに行ったりとかもしてましたし、うん、岩倉さんも多分食べに行ってるんですよね、一、うん、回。で、それこそその、松村さゆりさんとかも、 家行ったりとか、プライベートでね、してるしぐらい。で、こ予言代でも、多分一回ライブでね、お母さんが無限大でご飯作って、みたいなやたと思うんですけど。で、私もうどうしてもやっぱ、もう何よりも、そもそもエビめっちゃ好きじゃないですか。で、ジャンボのお母さんの、まあ一応、まあ全部美味しいんだけど、やっぱり一応代表みたいになってんのは、ジャンボが一番好きって言ってるのが、やっぱりエビチリなんですよ。ええ、あ、そうなんや。で、ほんね、エビチリで私もエビ大好きし、しかもね、 キャンプが食べてるエビチリが、うん、普通エビチリじゃ考えられへん音すね。いつも、うん、その殻ちょっとだけしかついてないねんけど、はあはあ、なんか身の部分を食べてもバリバリなんのよ音がはあ、はあ、でこれって何の音なのでもめっちゃいい音やね。うんうん ほんで、エビもめっちゃでかいの。普通の家庭じゃ出てこへん。うんうん、まあ、今は多分ね、もしかしたらちょっと、あの、いいエビを飼ってるとかなんかも知れんけど。まあ、ちょっとさせようにとか。そう、はいはい、とんでもないエビのでかさ。ほんまにね、どれぐらいかなほんま。えー、これぐらいやとしたときに。えー、どれぐらいですかこれぐらい。だからね、ほんま、月化粧。月化粧。食べ物を食べ物で辿りやめてください。月化粧。いや、<laughs> 月化粧の二回りでかいぐらい。ちゃうやん、月化粧と。<laughs> スケーが小さいじゃないか。なんでそうなんするの？なんでそうなんよ？スケー例えんでいいよエビがほんで分かるよ。りでかいね。だいぶね。でエビチリとで今いろいろまあ最初に聞かれててなんか何が好きかみたいなとかでも基本でばもういつも映ってるやつ食べたいからエビチリとスパサラ。でもスパサラもまあまず私がめっちゃ好きやねそもそもね。 だからいいろろってであとお味噌汁とね、うん、味噌汁もすごいめっちゃ美味しそうやでいつもねうん、うん、グーとかもいろいろ入っててみたいで、うんででとかって言って「あじゃあ,あじゃあお母さん言っとくね」って言って、えー、でジャンボと新宿で待ち合わせしてうん、うん、で結構長旅になるからって言って 2>,、うんあのー、2人でコンビニで飲み物だけ買って。うん でもなんか味あるもんやめとこうとか言ってね。そ、そこもそれ以上でも楽しい。甘いのとか飲んでお腹いっぱいになったりとか、なんかか。ったで水買った話、今。っそんな楽しい水、新宿で買いに行こうとか。いや、どれか、どれ、どれにするとか言って。でもなんか食欲増進とかウーロン茶とかね、いいんかとか言って。なんかもしかしたらこう、食欲出る感じになるんちゃんとかって言って。買って。もうびチョびチョでね、二人で。もうとんでもない、そ早く水も飲みたい。 で駅の横でさ「いやもうええ時間になるから行こう」ななんかドラえもんフェア」みたいだったから「ちょっとこれ見ていこう」言ってジャンプが「ドラえもん好きやから」言って「ドラえもんフェア」で結構10分ぐらいってお母さんにお土産買ってドラえもんフェアでク間ドロップとドラえもんのコラボみたいなあったからそれ買ってね私は電車乗って1時間ぐらい座るからさ。 座るとよかったって言って、年上ってこの話ヤバイじゃんって、は、三十は超え超えてそう、二人とも三十は超えてそう、三十は超えてそう年齢年齢は？年齢ですか？え三十超えてる？しっかり、リュック？リュックリュック、二人ともリュック、ダブルリュックで、何のルは タオルもちろんさ首掛け首かけて。当たり前やそんな。で私はあれ持ってたから扇風機。ハンディファンディファ持ってたからそれつけてちょっと交互にやってあげて。それほんまにさ付き合ってるって思われたやんな。みんなつき合ってるってからでも一回ちょっと年配の方が入ってきたから私だけ一回席立ってジャンボを座ってる状態でその方座っててでその。 私とジャンボを、うん、私は正面をと立ってジャンボの向かいで喋りながら、おおで、その、あのーち、ちょっとおばあちゃん、おばあちゃんと、行、ま、かないけど、うん、おばあちゃんと横座ってる状態けど、うん、あの、あんまりに私らがすごいべらべら楽しそうに喋るから、うんうんうん その、別の席空いた瞬間におばあちゃんが、もうすぐそこまーってって、もう、座ってくださいって譲、譲ってもらっ,た <laughs> って、席と。そうあまりにも<ー>、楽しそうやってから。で、そのおばあちゃんは別のとこ座って、また席横座って、<ー>そっから、あのー、あかんねんサクマドロップ開けてもうてね別に、平和 分かってた開けるやろな。我慢してたのに我慢してたのにさ、その食べんとこうとしてたのに甘いもんやったら逆にしょっぱいもん食べるからええか言うて。坂本ドロップ。はっかははかやめてはっかやめてや言うて。もうもうつきますもうつきますから。いいよな。二人の関係しすぎやからいい。いいよな。二人喋って。でジャンボはやっぱいろいろ案内してくれるからこの。 ここの川のとここで釣り堀やって釣りできるんやでとかそんなの全部言ってくれるしお笑いのこととかも全部説明してくれて家のこと東京のお笑いのこととか何かすごい説明してそうとかして今家駅着いてなそうでそっから結構15分ぐらい歩かなあかんみたいなってタクシーあったらタクシー乗ろうっててるけどタクシーないからもう歩こうかって言うあ確かに私もそのさ地元を見てみたいからさ歩こういて歩いて。 ほんでもう結構なつってもびちょびちょなってほんまにでもなんかこの花がどうとかも花の説明とかもしてくれてねジャムがそうそうそうここずっと昔からある美容院でとかそんなとこ全部あいつが美容院とかなんて思えばほんでほんまで家着いて家開けたらもうほんま他人とは思えないお母さんが出てきてあれお母さん ジャンボもジャンボほどもちろん大きくないけどちょっとだけね、服よけが。でもそんなめっちゃ私ほどでかくないもちろんな。でも可愛らしいほんまに可愛らしいお母さんほんまに。見たことあんねもちろん YouTube 見たことあるけどお母さんにジャンボお母さん似てると思う。っていうか雰囲気とかやっぱ優しい感じがほんまにお母さんもう譲りない。お母さん言うとお父さん知らんからねれけどほんまにもうそろうものジャンボ。 お待ちしてました」って言ってほんでもう家帰ったらもう全部準備してくれてる段階でほんで「ありがとうございます」って言って「でお母さんもうほんとに初めて会ったと思えないね」ってお母さん34回言ってくれてるお母さんに「そうですよね」みたいな私お母さんとは全然ちゃうねんけどでもなんかすごいで。 ほんまになんかあのソファーね座らせてもらって、うん、でもう私はお客さんやからも何もせんでいいからって言ってエビ,エビもねあげてるところから見せてもらったんやけどエビがねもうねあの揚げる前とね、うん、あの揚げる時揚げる前とは、うん、あの揚げてからのエビが同じ大きさでかいね、うん、でかいのはさっきそうとそうそうんでもないでかい。で <laughs> 揚げてくれてね。うん ほんで、もうテーマを表してもらう、テーマを表してもらっテーマをして。エビチリ食べてね。エビチリ出て、で、まあ、一旦ちょっと、だいぶ、あれで、そろってから食べたいっていうのもあった。見た目的にね、エビチリとエビマヨも用意してくれて。めっちゃ食べるやん。エビマヨのマヨネーズとエビ二種。すごいよ。私、そうそう、だから、もう、ずだいぶずいって書いてたも、もう、なんか。で、エビマヨのマヨネーズを手作りやね。 マヨネーズ手作りなのそうやねお母さんすごいねそうそうそう。ほんで、エビチル、エビマヨ、えスパサラあったでしょほんで、肉じゃがもあって。全部メインやそう。ちょっとしたなんか、そのね、お野菜の、その、なんか、副菜的な感じなのもう何種類か用意してくれてて。ほんで、お味噌汁もね、めちゃくちゃ美味しいお味噌汁で、まあまあ、ご飯もあって。ほんで、えっと、あと、もう、とんでもない数出してもらったから。 写真で見たエビがむっちゃでかかったっすもんらいやそうでしょ。で、最後カレーもね、そうなのよ。うちご飯んかなためにカレー、カレーも、カレーもめちゃくちゃ美味しいのよ。ほんまに。そのおうちのカレーの感じねんけど、でもやっぱめちゃくちゃこだわってるんやなって、ほんまに。なんかほんまにここに住んでたみたいな懐かしさ、食べた瞬間に。気ぃついたら、ベッドよくなって、タオルケットかけてもらってて。 いいなタオルケットいいなソファーに横なってソファーね。いいな、タオルケット。そう、ソファーなんか2箇所にあるからさ、ジャンプも横なって2個あんの ?2 個あんねそう。私も横ならしてもらって。やっぱなかなか申し訳ないっていう感情なんねんけど、でもなんかそれが自然といけてまうぐらい、その、あったかさでお母さんの、いいよいいよとね、横なってって。母さんタッチパ お母さんもちょっとユーの椅子座ってね、うんうん、そうそうそうお母さん座、お母さん座って、ユーチューブも出てね、ユーチューブもちょっと喋りなって、そうそういろんな芸人さんにハマってるみたいな話とか、そう結構めっちゃおさん俺私はの、えー、あの、あのユーチューブとか見てくれたりとかもそうしてるし、えー、テレビでもそう、うん、見て見てるよって言ってくれるし。うん 結構ね好きな人その辻井さんとかね好きアイロンヘッドの辻井さん好きって辻井さんのことも好きって言ってて辻井さんじゃ今度連れてこようかって言ったら辻井さんやめてって言ってほんまの女性の顔その辻井さんはやっぱ多分かっこよすぎてんん辻辻ささはは好きやけど辻井さんだけめっちゃね照れててめっちゃ可愛かった辻井さんってやっぱそうなんやと。 終んねやっぱ。全人類から。毛薄いだけ。そのそう伝わるでめっちゃよかった本間に。何すんの実家をってなんかアルバムとか見るの。ジャンボの。いやもうほんまに後半ずっとくなって。横になりながら喋るっていう結構失礼なこともしてたけど。本間に。何をしたとかでなんか庭で遊ぶ熊さん。ああ思い出ずっと部屋ずっと部屋のソファで。うん。 そうですね、ケーキ食べてフルーツも出てきて <laughs> <や>、ね、コーヒーも出てきてやからう、うん、もう久しぶりにあの、うん、あのー、ティーカップに下お皿ついてるタイプのコーヒー飲ましてもらってそう、うんうん、そっからねほんまに基本ずっとおしゃべりさせてもらう感じ、うん、途中全然寝れた寝てないけどギリギリ寝んかったけど全然寝れるぐらいじゃあ部屋とかは 何でえっ同期のそのリえングし男子のね芸人の部屋行ったら見たくない確かになえ？ンマやは確かになうずっとソファ階段があったから登らなかった階段そのジャンボの部屋が関係ないああそんなあそんなことそんなことではないそうそうそう家の感じもね私の実家にちょっと似てたっていうとこもあってその 家のなんか家の雰囲気でその外観の感じとかもあったから、そうそんなちょっとたたたでそれでちょっと寝転がって帰ろうかって帰れちゃうタクシー乗ってねえそう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 その来た道全部来た道そうそうめっちゃかかってるやんえめっちゃかかってるよ来た道ああそれいや駅までじゃ駅までもちろん駅まで駅までそうそうそうそれもジャンボが出してくれてそうそうそこを出せばよかったな私な 何ななんもん出しないんじゃんこのさえたご飯食べに行って <laughs> うんそうお水さえ自分おのもので払ってしまったわ <laughs> <laughs> それぐらいするべきやったんやけどお母さんに何か差し入れとか何かあそれはさすがに持ってきましたよ何持ってたあのー、バスタオル<笑><笑>急に <laughs> 急にバスタオル <laughs> それバスタオルあのー、今治のあのねえー、っめっちゃえい,いやついやそれもちゃんと事情あっていうねあの甘,甘いものを食べられないみたいなことをなんかちらっと聞いたから あのちなんかそういう話をしてたから「ああ,あ,あじゃあそうか」やったらじゃあ甘いもん無理やったらバッサロになんの 逆に何持っていくそのさだってご飯とかもさご自身でこだわりあるしさとかってもあるしそう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 でもそうやねバスタオルとちっちゃいタオルが入った詰め合わせのねセットそしてすごい喜んでくれたのよそうそうそうそれをやりましたってそういうのを持っていきましたちょっとあの入れてる紙袋の紙のんていうの包装だけなんか濡れてはいたんやけど。 でもそれもお母さんはお母さんはそんなそんなそんそんな関係ないからって言ってくる。関係ないとかじゃなくて何かっていうのは聞いたらいえのかなお母さん的に。差し見ついてるんけど <laughs> それでも昨日その前日に買ったばっかりやからそんなそんな時間経たなはずだけどなんかどっかで多分雨かなわからんけど<ー>。それ YouTube で見れるんや。あいいね。多分もう多分アップされてると思うねんけど<ー>。行きたかった。 あ、行きたかったんです、ね。行きたかったよ、なんか、私一人ですって言われたから。あいや食べたいな。いや、いや、いや、なんか、どう、どうなんかなというのもあったから、うん、どっちなのかなって。エビチリとか、エビマヨとか、もう、その、実家で出てくるという考えが。そう、そこにな,な,な,ないから、私はもう、びっくりしちゃうかもしれない。そうな、なエビチリ出てきたことないよな。うん、家でな。ない、肉感もない。そういや、ラッシュ、だから、ほんまに。<ー>基本、ジャンボは、はジャンボの好きなものを作ってもらってたらしい、やっぱ。唐揚げとかも,もちろんそう、じゃさいけど<ー>。ちゃんと魚は。 あの昔は嫌いなタイプだったらしいからそそそううう。なんか肉とかそういうなんかエビはちゃんやんまだ子供大好きやからさエビは味付けやろみんな好きなそう。ちゃんとジャンボってやっぱちゃんとジャンボやから私もそうちっちゃい時魚出てきたらめっちゃ嫌やったしちゃんとなそうそうそうちゃんとってなまだまだで食べ盛りなん何なん二人いやでもうめっちゃやっぱジャンボが食べてる姿見てやっぱこっちもご飯進むしああ 深井おっさんが食べてるのを見てジャンボもジャンボ進むしあとさ一個だけなこれちょっとほんまに面白いあら深井ほんまにこれあさえさえわそんなあれは放送紙に染み付けたとかじゃなくて深井何もやばいも怖い怖いラジオ関西であいまいに行かないやつこれかもしれない深井かもしれないかに深井絨毯にエビチリの汁飛ばしておこう深井いやいや想定内やって深井さんが家に行くときに私そんな全然思うもん どこ汚されてもいいように、そ,うそ,うそ,うそれだけほんまに。読んだ自分が悪いんだから、思う。って、うん、なるんですか。なるいや、もちろんね、その、本当にびっくりするところに、ゴミ落として帰るとか、そのんん、絶対あるん,、ね、ん,んやから。でも一個言ってきたのがほんまに、なんか食べようという、うバクバクバク、ボタボタブタがちらに。エビチリが、やっぱでかすぎて。その、エビの尻尾のところに、やっぱもう、あの、ソースが、だいぶ含まれてて。噛んだ瞬間、にピュって飛んだよ。うん、<laughs> 大丈夫です。 問題ない大それぐらいお母さん絶対分かってくれてますから優しい人ゃ優しいや本当にすごく優しくしてくれてまた YouTube 見ます絶対にまた行きたいというか住みたいぐらいのほうにじゃあコーナーいきましょう「恋って好き好き」「好き好き」では皆さんの恋のお悩みをしておりまして私たちがその恋のお悩みに対して友達のように親身になって話を聞こうというコーナーでございます最近あれないね レ,レスポンスないけど大丈夫かみんな元気してるかな <laughs> でもなんか,かな最近はなんかあれじゃないそ<の>レスポンス系じゃなかったんちゃん、ね、ちょっとあったね、えー、小論報さんですね私は二十四歳の女で、はい、えー、バンドマンの彼氏がいます<お>彼氏のバンドはインディーズとしてはそこそこ知名度もありこれから売れていく見込みが十分にありますそんな彼氏から最近した事情で解散を考えていると打ち明けられ ファンでもある私にはかなりショックでした。はあ、ただ最近の彼氏の辛そうな姿を見ると。やめてもいいんじゃないと肯定してあげたくもなります。うん、ファンとしてはもちろん続けてほしい気持ちですが、彼女としては彼を楽にしてあげたい気持ちもあり。感情はぐちゃ,、えー、ぐ,しゃぐしゃになっています。しゃがみ中のバンドマンと芸人さんは近しいところがあるかなと思うんですが。うん、私はどう彼氏を支えれば良いと思いますかってことですね。おすごいね。二十四歳。女性の方ですね。 近いところはまあ確かに、ね、ま,ああるまああるかだからその音楽をやめるわけじゃないってことよねだから多分言ったら解散したとしてそうやねうはいはいはいやめてもいいんじゃないって言うか言わないかっていうところもあるでしょうしか、ね、だから芸人で言うほんまちょっとある程度知名度も出てきて、うんうん、結構だからほんまにナタリーが解散をニュースにしてくれるぐらいっていうことよねだからなあね インディーズのバンドは、芸人のその、あれよりは、もらってるで、ほんで。そう、全然違うと思う、正直。別に意図的にインディーズでおる人もおるとね、自分の意思で。そうそうそう、だから、ちょっと、かけるメンバーと思ったらちょっと違うかもしれへん。もうちょっと。もうちょっと。極みメンバーでお願いします、じゃあ。そういうこと、年齢だけマルチになってくるん年齢とか。うん。ああ。やっとして、もいや、それはもちろん、いや、それは、 解散しあれやけそのまあその,でもその彼,彼の意思はでも解散したいの意思やもんな解散考えてると打ち明けられてもいるとでも全部言ったらいいんじゃない、うん、それってその私はそのもちろんファンやから解散してほしくないけどうどうあとはもうほんまに例えばさやっぱ正直その分からんねその言葉じゃなくてさ、はい、えこっちも歌で <laughs> えーえー、どう <laughs> こっちはこっちで彼女、うん、から歌で伝えられてお前いらんで <laughs> なんかそのね伝えるのがっていうところもあるやろうからこれ今ちょっとあのモ、ー、トさんが言のインディーズの、まあ、年齢問題もあると思うんですけど、うん、あの私は今24歳の女子の子やから若いと思ってるなんかこうパッとねこれ42とかやったらどうしますあ彼の方が、うん、だから こう、どうしようみたいなのが、強い可能性。<ー>これ、彼氏の年齢によっては、え、こっからどうするのみたいな。え、ピンでやっていくのみたいな。<laughs> みたいなこともあるけど。アーティストらしがソロになった時に、うん、次、新しいメンバー探すとかって、うん、そんな、ポンポンね、できることじゃないで、うん、でも、サポートメンバーでどっかで入りますとか、何スタジオ、 担当ですみたいなスタジオにいた「ポジションポジション」って言い方ないですよね言ってなそうかそれ年齢にもよるんかと思わへんやめてもいいって言ったら「えフリーターなんちゃうん?」とか24歳の子からするとねまあまあまあでも確かにでもそのまあそうなうくもそれしかも切ないようなそのさ芸人はさ正直やめたらまあ なんか形としてまあ映像として漫才残るとかあるかもしれんけど<ー>それ音楽なんかも特に残るやんかそのやっぱほんまに好きやった時に芸人もさ解散して別のコンビ組んで受け入れられへんみたいなとかもあるあファンの人からしたらでもまあこの人はファンやけど、ま、彼女、うん、どっちで降りたいかよなそのだからほんまにどっち強めで降りたいかによるんじゃないあはそのそう、ねうん、そのバンドの ファンそうそうそうその彼のファンとするッ想やったらもうファンとして強く伝えたらいいと思うし彼女として行くんやったら私何も言わへんかな24やったらそういうこと私はどう支えればいいですかで解散してほしくないわは言わんな多分私はどんなんでも好き好きやでっていう人やな 絶対あ相手にもよろしい、うん、相,手相手のど,どういう人がいいかっていうのもあるってのもあるけど、うんうん、それはもう一緒におりたいんやったら確かに極端なことを言わほう方がいいっていうところもあるとでな、うんうん、そう歌ちょっといいんかなありなんかなじゃ <laughs> 歌うのいやいやでもその分からんででもちょ,ちょけてると思われるのがよくないぐらいやったらもちろん, <laughs> ちちん、ね、どういう理由かにもよろしいで、うんうん まあでも、まあうまい飯は作るかな。<laughs> とりあえず。うん、やっぱそのさっきのジャンボンの家の話でもそうだけど、やっぱね、ご飯ってほんまにパワーなんだというのが分かりましたので、特に、しかもやっぱ手づく、私やっぱ自分で手作りする分には、人が作ったもんが美味しいやんって思うんですけど、自分が作るものに対しては。でもやっぱ人の人が作ったものが結局私はすごい好きなので、うん でやっぱその美味しいプラスなんかすごいいろんな感情出てくるやん。うん、ああ。人が作ったものさムーで食べれることってやっぱないやん。うんうんうんだからまあ外食、もう今は外食というよりは、そうやな。んかうまいもんをとりあえず。いいな、エビチリエビマヨ <laughs> おもろいかもしれない。うん、なんか元気出るなでもそうそうそう。<laughs> それに別にメッセージを含ませるでもいいですしね。ああ<ー>。そう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 。 でも「続けてほしい」が強すぎる気もするけど大丈夫エビチリにもやってみた時「ファンドとして頑張れ」みたいなまあまあでもそれを捉えるのは向こう次第やから確かに言葉にはっきりしないっていうのはめちゃくちゃいいのかもしれないねうんカレーとねカレーはやっぱり「今日どうしたん?」って言われるんだけど「どうした?」すごい茶色いやんって一回言われるんでいやでもそれがでもほんまにうん分からんけどそのね 分、ねまあ、からんけどご飯食べて、うんうん、家ででそうなったら向こうが何か喋ってくれる可能性もあるしあ<ー>何か向こうから切り出してくれる可能性もあるしあ<ー>でそれは解散それ誰だって解散しようは欲しくないからなそんなんあ<ー>そもちろんねどいやいや,い,やいいなと思ってご飯なってあやない,やな,いや,んやなと思って自分は言わないしかも思い思わんから。 まあ、支える、悩んでは、そんな新しい案ではないですけど、<う>ご飯もりもり,り。もりもり作るんで。<laughs> そうですね、米も、結構多めに炊いておくのがいいんじゃないの。<laughs> と思いますけど。何もだから、そう、そう気にしてない感じを装うパターン。よね、だから、その。そうよね。うん、むずいと思うけどな、二十四時に、この表情できるか。 うん、だ、それね、だから、先ながら作ってしまうかもしれない。小籠包ちゃんにもよるかもしれない。小籠包ちゃんにもね。小籠包、私はさ、口開いたら、なんかその、あの、なんか言おうとしてるけど。こいつ何も言えてない感じななんかは言おうとしてんなとか、出てまう。私も多分そう。だから、さんは、言ってもうたら、逆に、もしくはいらんこと言ってしまう。パターンも、もしかしたらね、今度は間違えてとか、あるかもしれん。から、その。 その人に小籠もちゃんによるけど口開いて何かいらんこと言ってまいそうとかあるんやったらやっぱ料理ねもう確かにね料理で全部込めるいいんじゃないですか料理もそのだからやっぱ結構パワー系がいいよやっぱねそれはさすがにレバニラくいレバニラはレッシャーすごいかもしれないんか。 ちょっとあからさますぎかもしれないちょ,ちょうどいい料理やなだからかつ丼もちょっとあからさま感あ,<ー>あからさまかあるからあ,<ー>あのかつとじぐらいのご飯にはのっけない <laughs> 店しか見たことないかつとじ家で丼でええでと思う可能性は多いやろけどとかにして楽しいよなこれなでもな音楽残るのはいいやんっていうのもわかるな久保さんが言ってくれたな、うん、それがまあいいか悪いかですよね、うん 確かにな。いいよね。いろいろあるよ。これ行けるときにね、行くしかないんで、こういうライブもね。そうそうそうな。うん。いいと思いますよ。うん。どうやったんでしょう。何味じの何したか。良ければ。そうそう。何何作ったかだけ。解散者がしないかとかじゃなくて、何作ったかだけをちょっと教えてもらったらね。ポジションはいい。でどこでもいい。え？ギター。ポジションでポジションはちょっと気にはなるけど。 確かちょっとあの喋らんからポジションだけ教えてほしいな最後に GT って書いてあギターなんだって思うで全然いいもんねうんうんまあそれこと小籠包もありじゃないか小籠包は作らんほうがいいなんでむずすぎるあーむすぎるやろ多分ガッチガッチガッチコナっぽいなとかなるか絶対作らんほうがいいと思うそうかむずいかあれ無理中から取ろうなんか取ろうって買ったやつを蒸し器で蒸した方うがあそうかうんそっこの間 何なんだっけ、えっと、IMM シアターで東京のね東京ドームの横にある劇場で舞台出させてもらったんいですかはい、はい、で合間にねあのもう前日から言ってたんですよあのエース、うん、バッテリーズのエース、うん、バッテリーズが狂ってたんでバッテリーズのエースに「あじゃあ絶対絶対コうスターだろう」うって言ってえ、そ LINE してたラ ?LINE しててもともとすごいねで、一 <laughs>、うん、回,回も行ったことなかったんですよ読み、うん、読理じゃないって言ってた、えっと思っちゃった東京ドームシティは、うん、そうほんで一回行きたいなと思って、うん じゃあ行こうか言ってもうてパッと「うん、あそこはあの入園料無料であの乗り物代だけやねあそこって」うん。やから「乗り物だけ乗ろう」って言ってあのエース誘ってでそして坂本さんもいてはって、うん、坂本さんもよかったら「あジェットコースター乗りに行きますか」って言って「<ー>えも、ー、う行こうか」みたいなって「お<ー>あーなんか意外と来てくれないか」って3、うん、人で行かしてもらってで最初ね普通に一本ジェットコースター乗って。うんうん あのめっちゃ目の前に見えてる。でもあのちょっとなんていうの。ちょっとした遊園地よりはちょっとつんねんけど、いくら千五百円とか,から。でも、うん、それごとめっちゃ楽しいなって,なって、うん、じゃあ次ちょっとキューリュスベリーみたいなのがあるから、うん、じゃあそっち行こう。一個あるってことそういうのがまだあるってこと。あそうそう<ー>あんのよ。ウォータースライウォーター、えー、なんかちょっとキューリュスベリーみたいな。うんうん、で、あのー、そっちもじゃあせっかくやから乗りましょうかって言って、うん、でなんかあの。 びびちょびちょょになりますと書いててでもなんか降りた時の水しぶきの感じ見ててもまあ確かにそうなりそうやなみたいなのもあったからでそれで,あま,あでもまあまあでも言ってでもなんかそんな肝的に濡れるって言ってもジゃーシクパークとかでもさそんなにめっちゃ濡れへんかったりもするやんか。 場所によってはね。場所によるから三人だけ濡れるようになってるけどでも高さ的に見たらそんなにかみたいなきは上がってるけどみたいな感じで上まで登ったらなんか思ってるお客さんが濡れてるなみたいになってほんで「じゃカッパ買いますカッパじゃあ買うか」みたいな坂本さんとか言ってでエースエース下の相撲衣装で着てたやんかその時「ちょっとカッパ着ますわ」でカッパ着てで。 で、まあ、私も塗れへんかなと思ったから、うん、まあ、まあまあとか言ってたら、まあ、なんか私なんとなくやけど、カッパ買ってくれてると思ってんねんけど、私まあカッパ <laughs> 私なんか、なんとなく流れで <laughs>、みんな買うんやったら買ってくれてるみたいな感じやったんやけど、ああ <laughs> まあ、とりあえず、岡本さんとエースだけカッパありで、<laughs> <laughs> まあ、私はだけなしやって、<laughs> まあまあ、まあでも私がいらんって最初にまあ言ってたっちゃ言ってたから、<laughs> まあ、ええかと思って、<ー>そのまま乗って、 私が一番前やってんけどジャンケんってしてねもうびっちょびちょなってんかほんまにあの白い T シャツ着てんけどほんま肌目見えるぐらいでほんで下に結構ファンの人とかももう近く劇場おったからさ近くでおってエースももう衣装の質問たさびちょびちょなってやっぱ来ても無理そうそうそう無理感じやってんけどでもその あのカッパをその2人しか来てなくて、うん、私だけ来、あのー、てなくて 2>,、うん、2人が来てるっていうので私だけびちょびちょなってるのを見て、うん、なんかそのねパッとそれすれ違ったそのファンの女の子が、うん、なんか横で「あえあ熊本さんってプライベートでもそうなんだ」うん、みたいな感じのことをボソっとなんかそういう扱いを受けてるんだみたいな感じのことをボソっと言ってるのを聞いて、うんうん、なんかあのー、すごくあのー。<laughs> はい、あのー、申し訳ない気持ちになる。<は> <laughs> Sight. Feel a city heartbeat pulsing, be under my feet. Take my hand, hold on tighter, let the rhythm make us complete. Symphony's pumping out and clear, yeah, lost in this electric sound. Stars like diamonds in the night, sparkling secrets all around. Lost in this electric dream, worries fade without a trace. Everything feels right and perfect in this neon lit embrace. is glowing this electric neon dream tonight they just become friends for moments under the city's silver queen every face a story untold a life lived out in the vibrant stream city's heart beats like a drum electric love we become one pulse one rhythm one soul beneath the neon's warm control under the neon lights we're free and alive tonight under the neon lights chasing shadows in the city's light.